そばっち、今週のテーマは、この春、岩手花巻空港から台湾へ行こう。4月14日、東北の桜と三陸海岸を巡るツアー客を乗せたチャーター便が台湾から岩手花巻空港に到着しました。地上的干净，还有一些环境的污染会非常的好，啊，做环保做得非常好。这期待看呢，就是当地的一些花啦，或者是农作物啦，或者是当地你们吃的是什么，穿的是什么，用的是什么。台湾の近代化に尽力した後藤新平など、岩手とゆかりの深い台湾との国際定期便の就航は、本県経済の活性化や国際化のためにも大変重要です。また台湾からは東日本大震災の際に義援金や支援物資など多大な支援をいただいています。そうした強い絆で結ばれている台湾とのアクセスの利便性が高まることは、岩手と台湾の双方にとって大きなメリットにつながります。昨年度、岩手花巻空港初となる日本人台湾人の根性型の国際定期チャーター便が春と秋のそれぞれおよそ2ヶ月間運航されました。平均利用率も春が 82.6%、 秋が 90.8% という高い実績となり、定期便の実現に向けて重要なステップとなりました。しかし、国際定期便の実現のためには、岩手から台湾へ出かける利用者を増やしていくことが重要なポイントになります。ぜひ多くの県民の方々に台湾に行っていただいて、足を運んでいただいて、歴史とか文化とかそれに触れていただくということが、その早期の定期便化に向けて大切だろうというふうに思いますね。さあ、今年度も台湾との春の定期チャーター便の運航が決定しました。運航期間は5月12日から6月26日まで、運航曜日は毎週火曜日と金曜日です。この春、岩手花巻空港から台湾へ出かけてみませんか。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。